こんにちは。今日も見てくださりありがとうございます。もうね、これね、いつの夕飯かもう覚えてないですだいぶ前に作って編集してたのだからね、記憶がちょっとぶっ飛んだで、分量はこれです。ミートソーススパゲッティね。まずね、包丁の腹でニンニクをベシって潰します。そしてね、芽はね、ニンニクの芽の部分は消化不良を起こしたりするからね、取り除いた方がいいよ。私はそのまま食べても大丈夫ですけどねそしたらね、ざっくりみじん切りにします。で、ほら、もう洗い物を増やしたくないから、まな板の端っこにピッピッてよっしゃったね、私玉ねぎもざっくりみじん切りです。もうね、細かくなくて大丈夫。どうせミートソースはさ、コトコトっと煮込むからね、ざっくりで大丈夫よ。ちょっとね、今エアコンのない部屋、エアコンのない部屋というか、つけてない部屋でね、この声を入れてるんだけどね、開始何十秒かでね、汗です。困っちゃうで、コールドスタートだよ、これ。ひき肉をお鍋にドンと入れて、ざっくり広げます。で、ひき肉はね、なんだ、コールドスタートの方が、きれいにほぐれるし、ふわっとしてね、美味しくなるよ。で、はい、今火をつけてるよね、多分。うん。で、火をつけたらね、炒めていきます。ひき肉ってさ、ダマになりやすい。使ったりさ、ボソッとしたりするけど、コールドスタートでね、お鍋が冷たい状態で炒めていくと、ふっくらしてね、全然違うよ。うちらもね、だいたいこれですねで、炒めていって、ある程度も火が通ってきたね。そしたら玉ねぎをドカンと入れます。もうほんと洗い物を増やしたくないから、まな板ごとね運ぶで、これもね、しっかり炒めますよ。いつだったかな、もう 2,3 週間前、もしかして1ヶ月、ちょっとね、記憶がないわ。玉ねぎが半透明になったら、小麦粉をね、大さじ2、さささささっと入れて、ダマにならないように手早く炒めます。小麦粉を入れてるとさ、トローンと、ちゃんと何、ミートソースがトローンとなるからね。で、小麦粉がほら全体に馴染んだら、赤ワインを大さじ3です。赤ワインがなかったらクッキングワインでもいいよ。で、クッキングワインもなかったら酒でもいいです。今さ、クッキングワインもダイソーとかに売ってるよね、確か。で、アルコールを飛ばすようにしっかり炒めます。このね、アルコールが飛んだかどうかは、私、匂いをクンクンクンって嗅いで帰れる判断してます、はあ、で、トマト缶を1缶入れて、まあ、叩きまくってね、そこまで出します。顆粒コンソメ小さじ2、ケチャップ大さじ3、ケチャップもなんか途中でバスってなったような気がする。ウスターソース大さじ1、濃い口醤油大さじ1、砂糖小さじ1、塩ひとつまみ、全体をね、なじませますよ。
てよかあんばにこうなじんだらね、ローリエを2枚入れます。なかったらもう入れなくても大丈夫よ。まああれば入れて、そしたらねこのまま弱火で10分から15分ぐらいことごと煮込みます。ではい、お鍋あっちによかして、煮込んでる間にね付け合わせを作ります。1センチ幅に切ったナスを、なんだオリーブオイルでね両面焼きます。うちはさグリルを使って焼いたけど、フライパンでいいよ。あのね、私がこのしましま模様が好きだからグリルで焼いたけどね、フライパンでも十分美味しいです。昨日はだってフライパンで焼いて作ったもん。このグリルを出すのがめんどくさくて、もう何もかもめんどくさいって言ったらいかんのね。で15分経ったから、はい蓋開けて、確かねこれローリエを取り出したはずなんだけど、そこの部分がねどこ行ったかな、わかんない。でミートソースの出来上がりです。でねミニトマトを半分に切ります。でね、このねミニトマトとナスのカルパッチョ風がね、この暑い時期にはすごく美味しいの。冷蔵庫でキンキンに冷やして食べるでしょう。いい箸休めにもなるし、おつまみにもなります。でポン酢を大さじ2、オリーブオイルを大さじ1、そしてねこの時私ねニンニクのみじん切りを入れ忘れてるけど後から入れます。そしたら焼いたナスをばさドカンと入れてざっくり混ぜて、このねしましま模様をつけたかった、あれしましま模様をつけたかったからグリルで焼いただけなんだ。でミニトマトを入れてね、気づいたよニンニク入れ忘れてることに。でニンニクもねもうみじん切りです。このねカルパッチョ風のねニンニクはちょっとね細かめに切った方が良かですよ。もうほんとねこれがいいつまみになるの。冷蔵庫で冷たく冷やして食べるよ、まあ、ビールが進みますねおかずにもね箸休めにいいから簡単だし、よかったら試してみて。ほんでこれでナスとミニトマトのカルパッチョ風の出来上がりです。はい、いつの夕飯かも記憶がないけど、こんな感じでね、食べた模様です。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、暑さに負けず頑張ろうね。バイバイ。